今回は確率の余事象の考え方について学習していきましょう。まずは問題文を読みましょう。コインを2回投げるとき、少なくとも1回表が出る確率を求めましょう。次に問題文に少なくともと書かれていたら余事象を考えてみましょう。少なくとも1回表が出ることの余事象は、1回も表が出ないことになります。コインを2回投げ、1回も表が出ない確率は、PA の補集合イコール2分の1かける2分の1イコール4分の1になります。次に余事象の公式に代入しましょう。求める確率は PA イコール1引く4分の1になります。最後に計算をしましょう。求める確率は4分の3になります。これで余事象の考え方の完成です。それでは練習をしていきましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。答えは9分の8になります。正解できましたか？最後に今回の学習のおさらいです。まずは問題文を読みましょう。コインを3回投げるとき、少なくとも1回表が出る確率を求めましょう。次に少なくともと書かれていたら余事象を考えていきましょう。次に余事象の公式に代入していきましょう。最後に計算をしましょう。これで今回の学習を終わります。